蒸されたそば饅頭。じ饅頭は、そば粉を使用した生地で、あんを包んで、蒸す、または焼いた和菓子である。そば粉に加え小麦粉や米の粉などを混ぜたものもある。基本的には、山の芋、つくね芋、山と芋などをすりおろし、よく練って泡立てたもので生地を膨らませるが、ベーキングパウダーなどで膨らませたものもある。そじ饅頭が、いつどこで作られたかは、 はっきりしない。森里万光に、江戸近年の聖なるべし。蕎麦粉をもって、皮とし、白来相当をもって、あずきんを生し生成なり。形称にして、気与体なりとあることから、幕末にはすでに蕎麦饅頭が作られていたことがわかる。また、蕎麦は非か、饅頭の皮を山芋をもてせす。ゆえに、京阪に恥じようよ、饅頭とうんともあることから、 山芋まんじゅうから派生したものと考えられる。山と芋、つくね芋、自然薯などを皮を剥き、目の細かいおろし菌ですりおろす。これをすり鉢で砂糖と練り合わせ細かな気泡を含ませる。ボウルにそば粉を入れ、すり鉢から上白糖とすり合わせた芋を入れてこね合わせ、適度な硬さとなったら適量をちぎり取り、あんを包む。これをせいろに並べてふかす。ありがとうございます。